防音に関するノウハウはアップデートされてませんで、このグレーな情報が拡散されていくっていうのはメーカーに問題があるわけではなくてその商品を販売する販売店側に問題があるケースが非常に多いです皆さんこんにちは防音アドバイザーバドシェン並木です このチャンネルではおとんにお悩みの方にプロの知識と情報を発信しています今日はアップデートされない防音のノウハウがなんでなのかっていうのを皆様にお伝えしていきます防音に関するノウハウってアップデートされてないんですよでも youtube で例えば動画とか僕もたくさん見ますけど例えば instagram がアップデートしたことによってこういうことができるようになったよとか TikTok がアップデートされたことによってこういう動画を撮るといいよみたいな動画上がってるじゃないですかたくさんアップデートされる仕組みについての変化っていうのは皆様結構発信されてるし目にしてると思いますでもね防音に関するノウハウに関しては私がこうやって防音に関わってる20年間もしくは私が動画を始めてからの数年間でいうと防音に関するノウハウはアップデートされてません それはなぜなぜののかっていうのを今回の動画でお伝えしていきます今回のね動画の流れとしては防音のノウハウがアップデートされないという結論からまず入っていきます次に画期的な商品など防音の業界にはないということをテーマにお話ししていきます次にだからメーカーのデータがどんどんグレーになっていくというテーマをお話ししていきます最後にまとめという流れで今日はね1本の動画 取らせていただきますので最後までぜひお楽しみください早速ですが結論からねお伝えするってお伝えしましたけど防音の音を防ぐための原理原則を守っていかないと音は防げないんですよこの防音の原理原則が変わらない以上防音のノウハウは変わらないんです音を防ぐには空気で伝わる音そしてもう一つ 振動で伝わる音この2つにアプローチしていかないと音は防げないんですよ空気で伝わってくる音に関しては重さで跳ね返して振動で伝わってくる音に関しては防振を取ったり作り方で音を伝達させないようにしていきますこの2つを徹底的にどこまでできるかが防音で得られる効果に繋がってきます 簡単にね音を防ぎたい何かペタペタペタって貼って音を防ぎたいって思う気持ち分かります私もね同じです基本的にはだって簡単に音を防ぐことができたらお客様に対する我々の防音室のサービスももっともっと向上するし単価も抑えることができるようになるんで私もそうしたいとは思ってるでもそんな方法がないし見つかってもないから防音には尽力が必要だよってずっと発信をさせていただいてる次第です 皆様からねコメントとか LINE の方でこういう商品見つけたんですけどすごくないですかみたいな感じでお連絡いただくことありますでもね調べていくと画期的な商品があるかのような記事やホームページっていうのはね見かけるんですよでもそれはねあくまでも比較対象が同じような質量のものに対してだったら効果は高いよねっていうのがほとんどです だ同じ重さのものに対してはこういう素材こういう作り方をしたことによってこれだけ数値が向上してるっていうのはあります我々が見た中でも教えていただいた中でも商品的にはありますでもねあくまでも同じようなね質量の商品の中では優れてるっていうだけになるのでさらに防音性に優れてる商品とか さらに重たい商品と比較した際には必ず劣ってるっていうのが皆様が画期的と思うような商品の中に秘められてる内容になってます重さイコール質量イコール材料代とか施工代っていった費用がかかってくるっていうのと厚み厚みが必要になってくるんですよね だからどうしても部屋を狭くしてしまうっていうのが防音には必須なことになってます我々でも防音室のね施工をご依頼いただいてお客様とお打ち合わせをしている中であと5センチなんとかお部屋を広げたいっていうことに対してお客様ともこうお打ち合わせをした上で職人さんとこういう素材を使ってこういう作り方をしたらあと5センチ お部屋が広げられるんじゃないかっていうのを現場で細かく相談して収めていったりするぐらいお部屋をね狭くしてしまうっていうネックも防音にはあるんですよ。 例えば、まあ、3m とか 5m お部屋を狭くしてもいいよっていうようなケースであればもっとコストを抑えてもっと簡単な方法で音を防ぐことっていうのはできますだってさすっごい大きい部屋をちょっとちっちゃくしてもいいからってなった場合には距離減衰も利用できるし実際に防音に必要とする重さっていうのもぐっと下げることができるから単価を落とすことができるんですよでもそんな相談 も,1回も受けたことないですよ。こんだけ僕らがお仕事をしている中でも一回も受けたことがないのおそらくそんなような環境を持っている方っていうのは音に悩んでないんですよ軽くてある程度遮音性能が確保できる商品があったとしてもコスパが悪かったら我々も使わないし皆様も使いにくいじゃないですか同じ効果があるのにこっちは1500円 加工しやすいこっちは1万5,000円加工しにくいってなった場合には加工しやすくて安い方を我々もおすすめしたくなるし使いたくなるでも高価でわずかな工場であれば違う素材使った方がいいよねっていうのをどうしても我々は案内したくなっちゃうわけですよ今後ね防音に関して画期的な商品が生まれることがあるとしたら私が考える中で言うとね真空状態を確保できるようなシェルターが作れたよとか あとは 3D プリンターで防音室を作ったよみたいな感じで防音の原理原則に沿ってる内容で単能期で材料段も安い材料で作れるっていう画期的な方法は生まれる可能性はありますあとはねテクノロジーの進化で、まあ、発生した音に対してリアルタイムで逆位相の音をぶつけるみたいなことができるようになったらノイズキャンセリングのもっと進化版ですよね本当にリアルタイムじゃないと音って かき消すことができないので本当にリアルタイムで逆位相の音がぶつけられるよみたいなテクノロジーの進化があったら劇的に音を防ぐ文化っていうのがグラッと広まる可能性はありますこの2つじゃないですかね 画期的なものが生まれるとししたら防音に関してね要は防音に関する原理原則にのっとってもっと短能期で作れるような素材とか工法を使ったものが生まれる可能性はありますそこで言うと本当に 3D プリンターじゃないですかね 3D プリンターの住宅とか私も動画たくさん見てますけどこれなんとか防音室に使えないかなって考えたりしますもん。 だからね、音を防ぐ方法音を防ぐ原理原則っていうのは変わってないんですよ変わってないのだ変わってない中でメーカーは効果がねあるような情報っていうのを一生懸命テキストで発信する形になるのでグレーな情報っていうのが 拡散されていってしまうって我々は考えてますで、このグレーな情報が拡散されていくっていうのはメーカーに問題があるわけではなくてその商品を販売する販売店側に問題があるケースが非常に多いですほとんどそうって言っていいんじゃないかな例えばね吸音材を防音材として販売している販売店 ありますでもメーカーっていうのは吸音材は吸音材なんで吸音材として開発してその商品を出してきてるんですよでもその商品を売りたい側の販売店さん側があくまでも吸音材なのに商品自体はねでも防音材だよとか遮音材だよとか精神効果あるよみたいな感じで発信をしてっちゃうんですよ アマゾンとか楽天で商品探してる方っていうのは多いと思いますけどどうしてもこう皆さん売ってるものって大体同じなんですよ10店舗例えば吸音材を売ってるメーカーがあるってなった時にやっぱりこう安い順でさ表示されるのもあるし人気順で表示されるっていうのがあるじゃないですかでそのためには検索で上位にいないと商品が売れないわけですよそうすると上位に表示されるように商品自体は吸音材なのに防音だよ みたいな感じでで言葉を加えてっちゃうんですよ、ね、そうすることによってメーカーが一生懸命開発して出してる商品が本当にその商品を求めてるニーズに対して販売されてるんではなくてさまざまな効果があるような商品として拡散されてってしまうのが今のインターネットだと言えます。 効果検証とかを営業としてこう回って音を実際に小さくなってるかのように営業スタイルとしてね工務店さんとかを回ってるような例えば音がめちゃくちゃ防げる塗料だよとか音がめちゃくちゃ防げるシートだよみたいなものを効果を実際に見てもらって拡散していってるような営業スタイルっていうのにも悪い点はねめちゃくちゃあります 何が悪いかっていうとそもそも防音って空間で発生している音をどこかに対して防ぎたいっていうのが防音のはずです皆様が悩んでるのはねで工務店さんとかこう建築に携わってる方たちも求められるのはそのケースなんですよでも例えば塗料で音が防げますみたいなものの効果検証とかで言うと例えばスマホを置いてさ上からかぶせる箱があってで特殊な塗料が塗られてますっていうものをかぶってかぶせてこんだけ 音が防げてますみたいなものを発信してるもしくは営業で訪問でお見せしてるようなスタイルで言うとそれって防音じゃないんだよ中で発生している音の振幅ができないような狭い空間の中にポッて閉じ込めたら音って小さくなるんですよ。 それってどういうことかっていうとこう私が話してる声なんかも今ピンマイクで拾ってるけどさカメラ側にマイクがあるってなった場合にはこうやって音を防ぐ防いじゃったら音って小くなるんですよピンマイクだとそれなりにさこうやって出ちゃうけど塞いじゃったら音ちっちゃくなるじゃないですかそれを見せてるだけのこと皆様が考えているボーンっていうのは 空間で発生している音をどこかに対して漏らしたくない。もしくは空間で発生している音が自分の部屋、空間に対して侵入してくるのを防ぎたい。これが防音じゃないですか。それに対して違う検証結果を一生懸命見せたとしても、それは意味がないことです。 防音室のね施工メーカーとしてこう動画を発信している方たち何人もいますよ私以外にもねその中で簡単に音が防げるって伝えてる人いないですよ一人も防音の施工とか防音室の施工には日数もかかるしすごく材料も使いますその中で私たちのね会社で言うと遮音性能の保証っていう責任もかかってくるから簡単じゃないんだよ音を防ぐっていうのは 簡単にね音が防げるかのような発信があったとしたらそのね発信してる人も理解してないかもしれないけど簡単に音が防げるかのように見せかけた商品を検証してるだけ発信してるだけ私からするとすごく無責任な情報だと思いますぜひね商品開発してる方とかこういう検証でこんだけ音が減衰してるんだから家でも使えるじゃないかみたいなことを考えてるようなメーカーの方いたらねぜひ 私の方に連絡くださいぜひ生配信でみんなに発信しましょうよ私が考える防音はこうだメーカーが考えてる防音はこうだとじゃあ実際検証するところまでやったらどうなるのかっていうのを発信していってもいいし私が考える防音っていうのはこうですよじゃああなたがやってるその検証動画っていうのはどうなんだっていうのを私たちで直接プロとしてね商品開発のプロとして話をしたいんだったらぜひ生配信したいと思うんでこちらまで、ね、ご連絡をいただければと思います 今日はねアップデートされてない防音のノウハウについてお話をしてきましたけど防音は防音に関する原理原則これにちゃんと沿って何かを取り組んでいかないと効果は得られません。 我々がこんなの無駄だよみたいな動画をねやっぱ発信してるんでそういった動画を1本2本見てすごくあの反発したくなるネガティブなキーワードを送ってくる方いらっしゃいますでそれはわかるんですよ気持ちとしてはでも音を防ぐには原理原則があるんで簡単に音を防げるっていうのはわずか のの性能の向上で良い人だけでもそれで問題解決につながらないと思ってるから我々はそういうことは無理だとしてわずかな効果では問題解決しないと思ってるからそれは無理として発信をさせていただいているのでご理解いただければと思います。 ねえなんか掲載保ってさこんな商品すごいいいよねみたいなものを効果得られるか分かんないのに皆様に発信するっていうのは私にとっては無責任な情報の発信になるし防音のプロとして発信できる内容ではないと思ってるんでねそこはご理解いただければと思います。 ね、こんな感じで無理なものは無理って言っちゃう防音チャンネルにはなってますけど、これからもね、皆様に正しい情報を分かりやすく発信していきたいと思ってますので、ぜひチャンネルの応援のほどよろしくお願いします。高評価とチャンネル登録をぜひお待ちしております。本日も最後まで動画を視聴いただきありがとうございました。防音アドバイザーバドシーン並木でした。ありがとうございました。